わずか5000石なのに価格は大大名。超貧乏だけど超偉い。足利のお殿様が率いた変な藩、喜連川藩。皆さんこんにちは。江戸時代において武士は将軍をトップとして、その下に大名、旗本、御家人、大名の家臣というように身分制度が敷かれていました。御三家であっても100万石を超える加賀藩であっても、生まれたばかりの子供であったとしても、全員が徳川将軍の家臣となります。しかし日本で唯一、武士でありながら将軍の家来ではない藩がありました。その藩こそが喜連川藩です。この藩は非常に面白く珍しい藩でした。喜連川藩はわずか5000石であるため、本来であれば旗本の身分です。にもかかわらず名門の血筋ということで大大名と同じ扱いとなりました。ただ藩自体は貧乏すぎたために、藩主自らも接待を行い、参勤交代で来る藩にお金を落としてもらっていました。さらに天下の客位、つまり天下人にとってもお客様を称して、徳川の幕藩体制の外という扱いになりました。今回はそんな面白藩である喜連川藩について話していきたいと思います。喜連川藩の成り立ち、超名門の足利家、足利尊氏次男の家柄。まずは江戸時代の喜連川藩の面白さを語る前に、どのように出来上がった藩なのかということを解説します。喜連川藩は関ヶ原の戦いの後に下野の国塩屋郡喜連川に立藩された藩です。藩長が喜連川陣屋です。古賀久保、お弓久保につながる足利国友を藩祖とする喜連川家が藩主となりました。喜連川家は足利尊氏の次男、足利元氏の後裔であり、名族足利氏の中で唯一、明治維新まで大名格で存続した家柄です。まずは喜連川藩につながる戦国時代における関東の足利家について説明します。戦国時代の関東地方では、古賀久保と名乗る足利家が一応関東のトップとして君臨していました。しかし古賀久保の足利政氏は息子の足利尊元と不和になり対立し、さらに尊元の弟である光念が突如減属して足利義昭を名乗り、お弓久保として自立してしまいます。この段階で関東には古賀久保とお弓久保の2つの足利家が存在することとなりました。お弓久保と名乗った足利義昭は関東地方を支配しようとしましたが、北条氏に打たれてしまいます。義昭の子である足利頼純は里見氏を頼って阿波の国に落ち延びましたが、実質的にお弓久保家は滅亡しました。一方古賀久保も北条氏との争いに敗れ、北条氏康の甥にして婿である足利義氏が最終的には古賀久保となっていました。足利義氏は男子を残さずに没しましたが、すでに久保自体に価値がなくなってきていたため、何ら対策が取られないまま古賀久保も自然に消滅することになりました。ただし義氏の娘である足利氏姫擁した古賀久保宿老家臣団は存在しており、古賀足利家自体は存続していました。その後豊臣秀吉の北条征伐が起こりました。北条氏が滅亡すると名族である足利氏の断絶を惜しんだ豊臣秀吉は、古賀久保の血を引く足利氏姫を
お弓久保の血を引く足利頼澄の子である足利国友に目合わせ、1590年に下野付喜連川に400貫3500石の所領を与えました。国友が没すると、国友の弟足利頼氏が喜連川の所領を継ぎます。ここから喜連川藩の歴史が始まります。その後1600年に関ヶ原の戦いが勃発します。藩主である頼氏は東軍につき、その功によって様々な特権が認められるようになったと話したいところですが、この時頼氏は出陣せずに何もしませんでした。しかし戦後に徳川家康に戦勝を祝う使者を派遣したことから、1602年に1000石の加増を受けます。それでも総石高4500石程度に過ぎず、本来ならば大名ではなく藩と呼ぶことはないような存在でした。名門中の名門であったため、家康から様々な特典が認められた。御三家でも許されなかった名乗りの数々。江戸幕府を開き、源氏の長者となった家康は、かつての将軍家であり、かつ源氏の長者でもあった足利氏の格式を重んじ、喜連川家の藩主に様々な特権を認めます。家康は喜連川家に御所号を許可しました。これは喜連川公方と称することを許可したことと同義でした。これ以降藩主も喜連川公方と名乗ります。室町時代も江戸時代も公方様と呼べば将軍様のことを指し、唯一無二の身分でありながら、喜連川家は特権によりこの身分を名乗ることを許されたのでした。また代々の鎌倉公方が叙任された左兵衛の神や様の神を称しましたが、徳川幕府から受けた武家官位ではないにもかかわらず、喜連川家は無許可で様の神を称しました。しかし戦勝に対するお咎めもなく、徳川幕府もこれを黙認しました。江戸時代の大名のお殿様は江戸に人質として妻子を置くことを義務付けられましたが、喜連川藩は公方様です。そんなことはさせられません。当然軍役や普請などの諸役も免除されます。そして参勤交代も当然免除されました。しかし単純に江戸まで近いという理由で、毎年12月になぜか江戸にやってくることが喜連川家の慣習となっていました。帰る際には当時のトップである家康直々のお見送りがありました。ただしこれは将軍が軽く見られるという理由で、秀忠の時に廃止となりました。以後の将軍も代々喜連川家を重んじ、前田家や越前松平家などと同じ大廊下に始皇席が置かれました。享保年間には諸侯扱いとなり、藩長が喜連川陣屋のまま、石高もさほど変わらないにもかかわらず、10万石相当の国主並みの価格となりました。しかし様々な特権が認められ、10万石の国主並みの価格となったことで、諸所の費用がかかり、藩の財政としてはとても厳しくなっていました。次の章では喜連川藩の厳しい財政と、もはや当たり屋に近いと言っても過言ではないお金の稼ぎ方について話していきたいと思います。宿場町としてお金を稼ぐ、ご飯でも金がかかる喜連川家の涙ぐましい努力。価格は高くてもいかんせん五千石の規模なので、藩の台所事情は常に火の車でした。歴代のゴス様は様々なアイディアで財源を確保します。まず喜連川藩の基幹産業は宿場町でした。
宿場を徹底的に盛り立てるべく、参勤交代で通過する大名行列を藩の家中が全員で歓迎したと言われています。例えば仙台公がゴッサマに挨拶に伺った際は、家老以下家中の侍が揃って追ってもんで出迎えたと言われています。家臣は発給で仙台公の土産品を期待していたという説もあります。また他の東北の大名が通る際にも大手門でお出迎えをし、必ず宿場町に泊まらせお金を落とさせるようにしました。ある時飢饉があり、奥州街道の宿場があらかた米不足に陥り、飯を宿泊客に出せない事態となりました。しかし唯一喜連川藩のみが米を出せたというエピソードがあります。米を大切に保管し、必ずお客様に提供するという喜連川藩の信念が伝わってきますね。ある時伊達のお殿様はこう考えました。あの藩を通るととてもお金がかかる、迂回して他の藩を通っていこう。しかしそのことを知った喜連川藩の藩主は激怒しました。義務もないのにわざわざ江戸城に登場して、なんで私のところを通ってくれないのかと嫌味を言いに行きました。公方様を名乗る喜連川藩の藩主に伊達のお殿様が言い返せるわけもありません。それ以降伊達は喜連川藩を再び通ることとなりました。すでに話している通り、喜連川は奥州街道の宿駅の一つで、領内を東北諸藩の大名行列が通ります。その大名行列が来ると、喜連川藩の藩主は街道にかかる橋の下にいそいそと釣り押しに出かけます。結果として困るのは橋を通る他藩の大名です。いくらなんでも官位四品の喜連川藩主の頭の上を通るわけにはいきません。そこで喜連川藩に通行のご挨拶として厚く進物をしました。その上で喜連川藩主は橋の下からやっと届いてくれて、大名行列は橋を通行できたと言われています。また他にもせせこましく財源を確保しています。例えば藩公認の酒の独占販売制度である入酒法度です。他藩から酒は購入せず、宿場町や茶屋はすべて駿河屋という藩内の酒造家から調達すべしという法令がありました。独占販売のおかげで駿河屋は大いに潤いましたが、その代わり名画金という形で藩への支払いが義務付けられました。また世襲家業で代々続くのが普通であった本陣は、喜連川ではなぜか名義がコロコロ変わりました。これは書類不備といった些細なことを理由に経営権を召し上げ、競争入札によって新たな経営者を決めたからです。そして落札者は名画金を払う。この方法で喜連川藩はどうにか財政を持たせました。足利以来の名門大名の誇り、藩内で餓死者も一揆も起こさせない政治を行う、絶対に領民を困窮させないというのが喜連川藩のゴッ様の代々の絶対方針でした。不作が続くと備蓄米を放出し、銀蔵の金を分け与えたと言われています。富裕な者に米を出させ、貧窮した者に与えました。領民の困窮は自分の罪という考えを明治維新まで貫き通し、一揆のような不穏の事態を一度も招きませんでした。育ちの良さから出る歴代のゴッサマの方針の結果と言えます。他藩には厳しくも庶民のために政治を行った喜連川藩は、
明治維新まで無事に藩を存続させます。明治元年に11代喜連川綱氏が足利に復政、12代足利郷氏が華族に列せられ、藩籍奉還により地藩寺となります。その後五千石の領土でしたが、名門の血筋ということを考慮され、子爵に任命されました。いかがだったでしょうか。江戸時代にこんなに変わった藩があったということは面白いですね。今回の動画が面白かったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画の感想をコメント欄に書いていただけると励みになります。